京都両者が出ていくが、9番の田中引けずに粘っていき、さばく動きも3番の藤木ともつれます。さあバントさばいた、9番田中がバントさばいて立て直したい藤木、先行勝負4番の山田、9番田中が牽制し藤木を挟むボールが、2番佐藤の足を溜めて一気にまくっていった、佐藤と兵道、東日本勢がまくっていく、もう一度牽制見せながら縦に踏む縦横無尽の戦いは9番田中春樹、抜け出していき7番の兵道を切り替えた、今度は5番武井大輔、もつれを一気にまくっていく、武井のまくりには和田が水槽、武井と和田でまくり切っての直線コース、武井が粘れるか、迫ってくる和田健太郎ですが、5番武井大輔、6番和田